OK。そんなことわかんねえんだよ。ほんと低知能だな。おい、ななどうしたよ。わかったからそんな怒んないでって。よし、みんな仲良くしよう、仲良く。ひどい。メイラだよ。ひどい。ひどい。もう初日神ありでいいです。二番神で。特別ルール来たぞ。真面目にやれ。あ、オッケー。そんなことわかんねえ。ねえねえ、そんなことないのかな。ほんと低知能だな。クソ甘しねえ。丸出しだな、お前ら。喧嘩してる。じゃあもうルール説明しますね。もう初日神ありでいいです。2番神で。2番神でお願いします。いいよ、一人名は足りなくても。うん、大丈夫。バーカ、役職持ちが一人消えるってことだからな。いや、いいよ。行こう行こう。行こう。始めちゃおう。2番紙でお願いしますね。じゃあゲーム始めまーす。特別ルール来たぞ。特別ルール来たぞ。2番から、2番紙から始まる人狼殺来たぞ、俺。間もなくゲームスタートです。これ2位人狼だったら5殺されるからな。防ぐにやるなとか言ってんじゃねえ、今の。もし2が人狼だったら誰かと喧嘩してるからね、これ。新ルール来たぞ、これ。やばいぞ、これ。2番、やばそう。やばいぞ、これ。荒れるぞ、この人狼は。これは荒れるに間違いない。2号ワンチャンあるよ。昨夜は誰守ったどういうこと？守ったでしょ、これ。はい、これ2、まあ自分と2番人狼です。はい。2かもうとしたんだけど、まあ2番が他のところやって噛めなかった。ちょっと狂人さんごめんね。いや、俺もこれいっぱいつくのマジうざいんだけど。ああ、こいつのせいでいっぱいつくわ。ああ、もう最悪ですわ。まあなんか2番さんが暴言吐くみたいなんで、それでなんか釣ろうっていう話みたいなんで、まあいいんじゃないでしょうか。2番に言うか、うん。正直さ、これほんと狙ってたわ、最高。いやーでもこれでダイヤが結構少なくなっちゃったな。まあいっか。とりあえず なーと狂人には一杯食わせられるし。いいよいいよ、おいななどうしたよ。な、最悪って。あ？もう最高の気分の間違いだろ。なあ、6人村で初心者狩りしまくってさ、その戦績でしょ？やっと負けれたじゃん、お前。やっと、まあ、やっとまともな負け方ができたじゃん、お前。お前、初心者裏で何回勝ったよな。知ってるんだよな。でも、7が人狼いないとは思わなかったけど、これで好都合だわ。ざまあね、ほんと。雑魚。勝ったんだ、こいつ、人狼。頑張ってね。2番さんさ。無意味だと思うよ。てか、村人陣営、多い、村人陣営の方が多いんだからさ、喜んでるよ。そこだと占い師買わないって意味がないからね。アホだねー、ほんとに。なんか、会話自身ももう無駄だからさ、7番さん自爆した方がいいのかな、7番なんだったらね。うん。夜にスキップしました。やばい、噛まれるぞ、噛まれるぞ。3番噛まれるぞ、これ。3番噛まれる。やばいやばい、3番逃げて、噛まれちゃう。3番を批判した、あ、2番を批判した。3番噛まれます。で、次回ってきたら2番煽りまぐる。はい、ちなーっつって絶対3噛まれる、これ。守れ、守るんだ。俺噛むか。昨夜死んだなんでだよ。6番、まあね、まあ2番さんのやりたいこともわかるんだけどね。まああなたたちがやりたいのは何、君はざまって思ってんのは何。まあ2人しか被害者出ないんだよね。うまうまなんだよね、別に。まあ2番さんに対してね、悪いこと言いたくないけど、まあクソアマ死ねとか言ってるけど、2番どうしたお前、敗北つくぞお前、おい大丈夫か、負けてんだよお前、おいやべえことお前、お前、どうせお前、出会い中だろ、お前、人狼殺で、個人情報で女とか出して、お前。気持ちが悪いんだよ、クソアマ、バカ野郎。のプレイヤーはなあ、
俺の戦績見りゃわかるだろ。もうすっかり前から負け越してんだよ。話してんな。これでめっちゃ引きずり込んでやるからよ。人狼ザマーとしか思えねえわ。あと知ってる？村陣営で負けるときと人狼で負けるとき、どっちがマイナスポイント多いか。人狼で負ける方がマイナスポイント多いんだよ。あ、そうなんだ。だから7は人狼で負けるから、これ結構なマイナスポイントがつけ。でも所詮まあ1000までは行ってないから、まあまだ余地はあると思うけど、まあまた6人村で初心者狩りでもしてればいいんじゃない？ねえ7、俺も一緒に6人村行ってやるよ。どうしたよ、もう言い返せねえだろ。だってもうお前釣られてんだもんな、6も。俺に触れろ。お前は俺に触れろ。全然触れてくれないんだけど。言葉遣いも全てがブサイクだもんな。綺麗じゃないもんな。ブサイクなんだろうな。言い返してこいよ。死んでるから。うん、死んでるから。この人強人から、まあね。うん。2番多分実力ないな。うん。多分いじめられてきたんだろうね。うん、だからゲームの世界しかこういうこと言えないんだろう。うん。2番釣りで行きましょう。投票を始めてください。ピッ。ほらじゃない。面白いな、おい。いじめられてきたったらしいよ。2番。プレイヤーが選ばれました。オーマイグネス。ゲーム終了。あ、こっちやったかな。勝ちです。かわいそう。同じ部屋。ルームマスターだ。あ、ルームマスターさん、天候お願いします。お前ゴミつまんねんだよ、お前。その声面白いと思ってんのか。うるせえよ、お前クソガキよ、お前クソアマ。おい、そもそもよ、人狼よ、ダイヤで買ってるぐらい必死なクソガキなんだからよ、やめちまえよ、人狼殺、お前気持ち悪いからよ。嫌だ、やるに決まってんだよ。おい、必死すぎ、必死、必死。なんで僕がさ、人狼殺やめなきゃいけないの。気持ち悪いんだよ、お前、メンヘラみたいな気持ち悪いのが。それでイケボだと思ってんのか、気持ち悪いな、ほんと、ネカマが。キューバめっちゃ散々言うじゃん。初めてバカがよ、ほんとによ。わかった。わかったから、そんな怒んないでって。大丈夫やから。なんでそんな怒んないで。よし、みんな仲良くしよう、仲良く。ね。仲良くプレイしよう。どうしたお前。よろしくみんな。じゃあどうしよう。何このキャラ。おいおい、急になんだよお前。おい2番よ、何真面目になってんだ、気持ち悪いなお前。おいお前、許さねえがんなお前、人狼よ。さっきお前煽りのつもりでダイヤで買ってよ、荒らしてよ。何急に性別変換してんだお前、ネカマ野郎は。バカ野郎。8番さんどうぞ。はい。では、5番さんどうぞ。あ、違うか。なんでこんなイケボぶってんの。6番さんがガシ。なにこいつマジでやばいぞ。お願いします。5番です。お願いします。なにこいつマジでやばいやつだよこれ。はい、全員ちょっと天候終わったのかな。あ、そっか、6番が今帰ってきてるから、もう一回6番天候お願いします。これ大丈夫なのか、これの人マジで。6番さん天候お願いします。なにこの声。6番です。ルンマスターさんどうぞ。騙されて。4番よろしくお願いします。4番天候お願いします。聞こえますか。かすかに聞こえるということで、まあ、全員天候聞こえるのかな。よろしく。何この声。なんで。僕の喋り方絶対いいでしょ。他の人よりはいい声だと思ってるよ、自分でも。まあいいか。ひどい、ひどい、メイラだよ。まあひどい、そんなこと言うんだ。自意識過剰。いや、まあそうかもしんないね。ちょっと自分ナルシストなところがあるから。まあありがとう。どうしたんだよ結果とかね。どうしたら真面目にやんのこれ。で、2日目からはチャットで帰って。こいつやばいぞマジで。で、まあ質問ある方は。またじ、お前人狼買って俺殺すだろお前。では始めます。でも僕は配信者なんで、ふわっちで配信してます。よろしく。
ライブ配信等で、活動してます。ボクシング CH と言います。で底辺 YouTuber でやらせていただいて、現在ですね、視聴人数2227人、ぜひね、2番さんのふわっち、配信の名前教えていただければ宣伝いたしますので。なんかライブ見に行くってお前誰だよって感じなんだけど。9番、ボクシングチャンネル山根会長となんか関係ある人？